いいことだ。やばいのは全部一組目のトンネルに。もう全部あっちに行かれてるな。おお。ってことはこっちだ。今度下書きしてないな。ああ、なるほど。一つ目のトンネルだけ入って荒らしてったバカがいるから、うん、あっちに。やっぱし後ろの方なんだな。あそこだな。あっちだな。続いてきてる。これなんでこういう時だけ映らんのか、これイラッとするんやって。今日の動画ってみんな暗闇？はい。だってまだライトつけるなって言うもん。画像で騙し騙しやるしかないな、これは。声入っとるかな。声は入っとるだろうけど。入っとる。テストです、です。そのテストはいらん。まあ皆さん、もう普通のトンネルになっちゃった。そうね、なんかあれなんか違うね、雰囲気。うわぁ、すげぇになるんで。あれ、さっきのトンネルと本当全然違うぐらいだっていう。なんか違うね、雰囲気。うん、違うでしょ。あなたの緊張感がなくなったっていうのもある。うん、よく喋れるようになったの。これな、絶対動画で伝わんねえんだって。コウモリってコウモリ見なかったっけ？全然コウモリ見ないんだよ。コウモリ住めるような場所でもないよ。さあ帰ろっか。見るものがないと判断されました。はい。これでももう後で知らんもん。この雰囲気はいつものトンネル。何もないトンネル。電車ってじゃないよ。フラッシュはつかんないな。うん、電車やるとフラッシュがつかない。ちょっと映らんのがやべえな。じゃあ使えんカメラやな。だったら自分で買え。さあ戻りましょう。使えんカメラじゃん。2万円するねんで。高いな。今の俺にとっては10万円ぐらいさあ、こっちのトンネルね、2つ目のトンネル、すごい体が楽なんですよ、今僕。そうですね、なんか、うん、なんかね、1個目のトンネルの方がすごい、うん、めちゃくちゃ今分かる、圧迫感があったんだ。うん、今はね、もう本当にねさっぱりしてるよね、軽さ。さあ、またもう一回あのプレッシャー受けに行くのか。そうそう、そっからがちょっと怖いね、僕らにとって。まあ、僕だけですけどね。皆さんも緊張感が伝わってくれると本当に嬉しいんですけど、ここ本当にね、こっちの2つ目のトンネルは本当いつも学校から帰っとるようなトンネルのような気分、今感じなんですよ。何気なく通れるような。そう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 。匂いも例の匂いっていうか、その匂いもしないし、幽霊的な獣的な。で、うん、なかなか、まあ久々に来て、皆さんも最初の緊張感を味わってくれるのも嬉しいですね。さすがに僕は今日はすごい緊張しました。僕がもう。どうしようかな。画像一覧でもまた作ってあなたに送って確認してもらおうがいいんかな。これはね、本当にね、すごいわ。
もう一つ声が聞こえるんだけど、これ動物の声じゃないんだよな。人？人が話すヒソヒソ話が聞こえるんですよね。俺らではないな。俺らではない。もうさ、ごめんなさいね、俺ほんと動物が怖くてビクビクしながら行くとね、あ、ロールはそこに見えねえ。もうね、あれ、ね、そうね、幽霊のあれと動物の気配がね、気がね、すごい感じるんですよ。怖い。なんで幽霊怖くないけど、動物が怖いかは分かってて、もう行きたくねえな、おい。ん？行きたくねえ、鹿が多すぎ。思った以上に多いですよね。寒いからそんな動かないかと思ってたけど。違う、餌だろ、やっぱし。ああ、餌が足りないんか。今ここら辺にいます。何がって。いや、これは赤いオーブだな。まあ、写真は応募が撮るのもいいでしょ。なあ、水が素敵だな、この近くに来るから。なんだろうな、面白いな、大きい。過去2回、2回、3回にはない変なのがいるな。やべえな、誰かも、誰かも来て暴れてるんだろうな。地元民？そうかな、天然マネーのまあ、なんていうか、ここは中級者向けぐらいなところではあるからね。来やすいっちゃ来やすいけど、アクセスが楽だし。確かにな。